え、ま、待って、ベルト。他に用事があるのか、キアナ。その、他に話せる話題はないのかな。あと少しだ、キアナ。うん？バカキアナ、こういうことはプロに任せてください。こんにちは、ベルトさん。ブローニャ、何か用事でもあるのか？ああ、思い出したよ。安心してくれ。前回君が送ってくれた企画書は今月中に直しておくから。ですが、ベルトさんはこれから月に行くんですよね。いろいろ準備が必要なのでは？必ず時間を作るから、俺を信じてくれ、ブローニャ。あの企画書は、一ヶ月前にベルトさんに送ったはずですが。時間が過ぎていくのは早いな。では、昨日アップロードしたお試しクエストも、すでにテストしましたか？どうでした？何か調整が必要なところはありませんか？そうだな。そういう一言でうまく表現できないものは、会って話した方がいいと思うんだ。わかりました。いつがいいですか？明日の午前中、リーズンスタジオでどうでしょうか？そんなに急ぐ必要はないんじゃないか？ん？ジークフリードに呼ばれてるみたいだ。すまない。俺はこれで失礼するよ。また会おう、ブローニャ。みんな。ベルトさん。いつもの言い訳ですね。次に彼に会った時、リーズンスタジオは別のプロジェクトの制作をしているかもしれません。心配しないで、ブローニャ。ボサ頭が、あの二人がいる範囲を特定したわ。もう逃がさないわよ。テスラ博士、アインシュタイン博士、ナイス！キアナちゃん、どうして博士たちがベルトさんとジークフリートさんを連れ戻すことに、そんなに喜んでるの？メイ先輩、考えてみて。ベルトとパパはお酒を飲んでおしゃべりしてるのに、私は宿題をしなくちゃいけないって。不公平すぎるよね。今の話、学園長が聞いたら、また宿題の話を聞かされるわよ。はぁ、メイ先輩はますます先生に似てきたね。違う違う。メイ先輩はもう優秀な先生になったと思うよ。私もまだ実習に入ったばかりで、先輩たちに学ばないといけないものがたくさんあるわ。何せ、私の前には厄介な生徒がいて、一週間も宿題を先延ばしにしてるもの。今日ちゃんと終わらせるよ。はぁ、やっぱりメイ先輩はいい先生になると思うよ。宿題の催促にも慣れてるしね。私はメイ先輩の生徒じゃないのに。キアナちゃんはキアナちゃんよ。